SSHDC ゲート 1000GB ハイブリッド HDD はハードディスクドライブにフラッシュメモリをキャッシュメモリとして搭載した記憶装置である SSHD とも表記される HDD は半導体メモリに比べてアクセスが遅く長年コンピュータ機器の性能のボトルネックとなっていたまたプラッタとヘッドの駆動にモーターを使っているので消費電力が大きく ノートパソコンやモバイル端末などのようなバッテリーを使う機器の駆動時間の短さにつながっていた。物理的な駆動をするため、消耗、劣化も激しく、情報機器に使われている部品の中では最も壊れやすいものの一つである。この解決策の一つに、ソリッドステートドライブによる HDD の置き換えがある。しかし、大幅な高速化と省電力化が図れる反面、 SSD の容量単価は2000年代後半においても HDD のそれよりも大幅に高く現行の数十数百 GB の HDD を置き換えるにはコストがかかりすぎてしまう。そのためフラッシュメモリと HDD 両方の特徴を持つハイブリッド HDD が開発された。第1世代のハイブリッド HDD では Windows Vista 7による高速化機能 Windows レディドライブの利用が前提となっている。そのため、これ以外の OS では原則として効果を発揮できない。2007年9月、内蔵ハイブリッド HDD は日本国内で一般には出回っておらず、NEC などの一部ノートパソコンに採用されているに止まった。またごくわずかな数量ながら自作系ショップで内蔵型 HDD が限定販売されたが、 回転直後に完売となるなど一部のユーザーの間で大きな注目を集めた。2007年10月後半になってシーゲートから大容量フラッシュ搭載品としては初の2.5インチハイブリッド HDD モーメントゥース 5400PSD シリーズが発売され12月にはサムスンからも販売開始した。これにより一般ユーザーもハイブリッド HDD の入手が 簡単になった。しかし、自作系の専門ショップでも取り扱っていない場合も多く販売している店舗数は限られていた。2007年に登場した第4世代インテルセントリのプラットフォームではインテルターボメモリーが導入された。これは通常の HDD と専用のフラッシュメモリを組み合わせることで Windows レディドライブと Windows レディブストを利用可能にする。 2008年末の時点でサポートしている OS が Windows Vista しか存在せず、また Vista 自身の普及率の低さもあり、あまり普及しなかった。また、ストレージ容量が大きい3.5インチ型ハイブリッド HDD は普及価格帯で発売されず、注目度は低かった。さらに、実際の性能向上率も通常の非ハイブリッド HDD と比べて10%程度に止まったことで、 ユーザーへの訴求力が弱く、SSD の低価格化も相まって、製品開発は一時中断した。2010年に登場した第2世代のハイブリッド HDD では、キャッシュコントローラーがストレージに内蔵され、デバイスとしての扱いは通常の HDD、SSD と同様になる。そのため特別な OS の機能を必要とせず、シリアル ATA インターフェースが適合しさえすればよい。 速度的には SSD には及ばないものの、OS や使用頻度の高いアプリ起動については、SSD と HDD の中間80%程度の速度を実現することにより、メリットを感じられるものとなっている。2010年5月、C ゲートより2.5インチハイブリッド HDD、モーメントゥース XT シリーズが発売された。 2013年には3.5インチモデルも追加され、2015年現在では、フラッシュメモリの容量は 8GB となっている。東芝、ウェスタンデジタルといったメーカーも2013年以降、相次いで製品を発表し、ハイブリッド HDD は製品ジャンルの一つとして定着している。2010年頃から、別々に市販されている HDD と SSD を、組み合わせ、自分で、 ハイブリッド HDD を構築できる自作キットも登場している。ハドブストなどの名称で販売されているこれらは OS を再インストールすることなく HDD の読み取り速度を向上させることができる。インテル7シリーズ以降のチップセット搭載機で RAID 機能を装備した機種ではインテルスマートレスポンステクノロジーが利用可能である。これは SSD を HDD のキャッシュとして利用するもので、ドライバーレベルのハイブリッド HDD とも言える。この進化型と言えるのが、インテルオプテ y ンメモリーテクノロジーよび AMD、ストロミー、フズドライブとなる。さらに RAID コントローラー、カードメーカー各社は標準あるいは、オプションとしてインテルと同等機能を提供している。第1世代、第2世代、日本 HDD 協会2008年4月。 セミナーレポート HDD 対 SSD、その行方を議論。PC ウォッチ、2016年9月16日閲覧。SLC4GB 内蔵のハイブリッド HDD が登場。フラッシュを大容量化、シーゲート製。秋葉 PC ホットライン、2016年9月16日閲覧。東芝は、片番の末尾に H が付く製品。ウェスタンデジタルは、 wd ブルー sshd シリーズ、インテルオプテーンテクノロジー、インテルコーポレーション、二千二十年三月三十日閲覧。ストロミーテクノロジーフォーソケット am 四マザーボード。アドバンスト、ミクロデバイセズ、インク、二千二十年三月三十日閲覧。インプルーブ pc パフォーマンスフズドライブ。インモタス、二千二十年三月三十日閲覧。例。 マーベルイコールハイパーデュー、ブロードコムメガレイドイコールキャシャケードプロ、アダプテックイコールマックス IQ。ありがとうございます。